ゴリラの鳴き声みんな知ってる？ということで、ゴリラ人狼ということで親切の使い方間違っちゃうねということで、どういうことや初めて聞きました。でも人狼とか、人狼とか誰かがゴリラってことか。ゴリラと人狼 のハーフじゃないですか、やっぱ。あ、ちなみにゴリラは村人側です。は？あ、そうなんや。じゃあゴリラと人狼の生存競争ってことですか、これ。ゴリラと密猟者がいて、もうじゃあ名前変わっただけで人狼ってこと？人狼出てこないの、人狼。そうじゃなくて、なんかあの普通の人狼ゲームは人なんで村人喋れるじゃないですか。なんで普通の人狼ゲームは喋れる？ゴリラが喋れないってことですか？そんなゴリラから喋れないんですよ。プレイヤーは右方しか喋ることができません。そんなむずすぎるやろ。むずすぎるやろ。それって、ウとホの文字ってことですか？右方は、右方はあーね。あー、そういうことですよ。ウ、ホはいいね。だから50音の縦が縦が横が方みたいな、行列みたいな感じ。ジェスチャーも指差し、ドラミング、首を縦に振る、首を横に振るしかできませんと。なるほど、ジェスチャーはできるんや。はい、結構、まあ呼吸は、まあ、ルールにないですけど、じゃあできないじゃん。じゃあできないか。はい、まあ、ありってことにしましょう。はい、またありってことにすると一体生きてる、一体生きてる。追放されるとき、人狼ゲームって、まあ、遺言残せるじゃないですか。はい、その遺言が3文字以内の言葉を2つでしか言えない。ゴリラなんで3文字以内の言葉2つ、あいつ殺すとか。そういうこと、そういうこと、例えばそういうことです。今回の役職はこちらですね。こちらですね。まず村ゴリラ、こちら村人と同じです。村ゴリラ、村人と同じ。はい、なんだ、右方しか喋れないです。まあまあまあ、それは OK。 占いゴリラですね、次。なんだそれ。占いゴリラは占い師です。密猟者はまあ人狼ですね。裏切りゴリラ、密猟者が人狼みたいな。そうそう、そういう話。人狼は喋れるんじゃないんですか。でも喋ったらバレたら、バレるから。そっかそっかそっか。人狼との違いは、ウホしか喋れませんと。はい、え、僕はそれだけじゃないですか。遺言で、遺言は3文字、3文字。だからじゃあ、ウホって言って、占い師ですって言ってるウホなのか、霊媒師でさっきの死んだやつ見てるのウホなのかが分かりづらい。分かんないですね。例えばやけど、見た目。しかもジェスチャーできないですから。変わってきます。イエーイ。猫股は、猫股、猫股はいないですね、今回。まあ別の役職はあるんですけど。猫股ってやつか。さすまだ、さすまだ。キツネ、ヨコ、猫股は。ヨーコってのもいたな。ヨーコってのもいたな。え、小野ですか、小野。小野ヨーコじゃない。ヨーコと猫股はできました。タッツーがゴリラマスターなんですか。ゴリラマスターって何。じゃあちょっと一回さ、 GM、 GM、 ゴリラマスターって何。はい、次の絵。ちなみにボードゲームの編集って鬼大変ってことに伝えると、カコチンが死にたくなったって言ってたから。カコチンが死にたくなったって言ってたから。はい、え、なんかやったんですか。あれ、編集頑張ってましたよね。あれ、いや、カコチン編集死ぬほど頑張ってた。はい、僕行きます。でも、言ってたんやけどな、俺らボードゲームやったらしんどいよって。分かりづらいから、分からへんからな、視聴者は。こちらです。はいはい。うわっ、ルールあんま100理解してない状態で、このモード入んのやばい気がする。このモード入んのやばい気がする。はよはよやろうぜ。急に押し付けられた。俺と同じモード入って、急に押し付けてんだ。そう、タツさんもぜひやるじゃん。急に押し付けて、急に押し付けてんだ。ミサさんが悪い。そう、ミサさん悪い。あんまりタツさんが悪い。全然悪くないから。ミサさん悪いよ、それ。ありがとう、タツさん。はい、じゃあゲームスタートします。ウホ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 ウウホ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 うほ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 
ノイリンが殺された時点でゲームが終了しています。え？そっか、4人か。人狼と巨人が残ってたんですか。そうそうそう。え、ってことは？ってことは？実力者側の勝利です。うおー、やったー。戦うねえやん、直してんし。何なんだこのゲーム。占いだったんすか。何で占いたいのに占い師言うたんすか。いや、お前ね、恨みたいのにゴーって言い出すから。そうだね。一番挙動おかしかったもんな。強人やったな。そうね。ノイリン何やったん。占い師でしょ。やっぱそういうことやな。やっぱりじゃあ村人でやっぱ出ないと村人。うん。やっぱりそうか、占い師やったからノイリンが。やっぱそうやろうな。ゴーって言ってたから、あ、占い師かと思って。え、うまいな、ふたり。ひろまるさん、怪しいなと思って、ひろまるさん占ってたんですよね。えぇ、ー、そう、そしたら、殺して。あ、人狼ですか。え、何人狼強人。密漁者です。あ、そうですね。でもやっぱさ、これ、エグすぎるって、このルール。密漁者が強すぎるって、これ。いや、無理っすよ、マジで。編集かわいいと思いないと。編集、マジか。あ、じゃあ、ノイリンじゃないで。あ、そう。いや、これ、じゃあ、ちょっと、じゃあ、ちゃうゲームやろう。じゃあもうちょっと分かりやすい。いや、これはね、さすがにきついそうやな。